オオムリリンゴアンバサダーということですけれども、はい、改めてまず、お気持ちをお聞かせくださいそうですね、もう本当、りんごとして生きてきたみたいなもんなので、私はもうオーリンっていう名前で活動しているので、なので、こうやって、今まではあのアンバサダーっては言われなかったのに、アンバサダーみたいな気持ちで活動してたのが、こうやってやっと公式で活動できる <laughs> ということですごい嬉しいです。頑張っていいいきまますすよろししくお願いしますは さああのイベントでもたくさんお話いただきましたけれどもこうスターカットというカットの仕方が出てきましたけれどもこのスターカットというのはエコな食べ方と言われているんだそうですね廃棄が少ないということなんですが王林さんがこう普段からしているエコっていうのは何かありますかエエコエコなこと うーん私は電気をつけないっていう生活をしてます、電気をつけない <laughs>、はいは普段今もですけど、すごい、はい、あの普段電気を浴びる生活なので、お家に帰ったら暗くても、あの電気をつけずになるべく生活するようにして、あの省エネというんですかね、<laughs> やってますへあなんかこう、ろうそく的なのはないですか、アロマキャンドル的な。 あ、もうしますけども、うん、あの、どちらかというん、あの、暗闇の中で。 あのお風呂とかお手洗いとかも <laughs> <laughs> してます <laughs> なるべくそんなに光を使わない生活と、はい、いうことでねこんな生活もされているということですけれどもこのス,カスターカットというのは食べる部分が増えるお得なカットということでもあるんですが、うん、現在も青森県在住の、まあ、大西さんだから知っている青森県や青森りんごのお得な情報があったらぜひ教えていただきたいんですが。へー やっぱり、まあ、お得な情報というかいっぱいあるんですけどもああ何よりもやっぱいろんな品種を食べてみてみしいなと思いな思ます例えばなんかちょっと最初食べたりんごとかがちょっと酸っぱいなと思ったら王林はもう甘みしかない酸味が全然ないりんごなので。 絶対に自分好みのりんごを見つけられるくらいりんごって本当品種によって味も見た目も違うのであの青森のりんご今年も美味しい状態でいっぱいとれたのでいろんな品種の青森りんごを食べてほしいです。 青りんごゴ本当に品種が多いということで、はい、自分の好きを見つけるのもいいですよね、うん、そうですね、うん、なんかオーリンもオーリンっていう名前で活動してるけどあの一番好きなリンゴはトキっていうりんごだったりとかあの本当に味、食感とか本当に全然違うのでぜひね、今日みたいな機会があればいいい、ろんな品種を食べてほしいですはい本当にたくさんありますのでねぜひ皆さんにも食べていただきたいと思います。はい さあ、とということであの今、舞台で共演されている方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、はい、そんな皆さんにそれぞれおすすめしてこの人だったらこれがいいかななんていうリンゴがあったらぜひお聞きしたいんですがどどのの人だ舞台っていうのは私がやるミュージカルの話です急にありがとうございます <laughs> ミュージカルの話もぜひあの PR も含めて。 今回あの、初めてミュージカルに挑戦させてもらうんですけど、はい、あのヒロイン役として、プロデューサーズっていうあのミュージカルでおり、オリンはヒロインのウーラっていう役をやらせていただいて、で、あの、二人主演があの、ウエストのカミちゃん、ハマちゃんっていうお二人とさせていただくんですけど、うん、もしその二人を例えるんだったら、ハマちゃんは、 オーリンって感じがしますおお、それはなぜですかなんかすごい撫で方なんですよ <laughs> <laughs> すごいなんか縦長感が強いんですよ <laughs>、はい、で、すっごくあのー あのー、もう本当になんでこんなところに気が利くのっていうぐらい優しさがもう溢れてるのでこう毎日稽古もさせてもらってるけどその優しさが王林のなんか甘さとリンクしてる感じがするので見た目といっても中身といってもあ王って感じがしますじゃあ、神ちゃんは神ちゃんはうーん世界一。 にします世界一、なんか名前も素敵ですねあの一番一番というかすっごい大きいりんごなんですけどなんかすごい存在感あるじゃないですか、世界一。かみちゃんはあのあんまり多くしゃべるタイプじゃないけどすごいそこにどしっと構えててなんかすごい冷静ですごいそのオーラがすごい世界一とこうリンクするなと思います。なるほど おすすめしたいリンゴということでお伺いしましたけど逆にじゃあお二人をリンゴに例えるんだったらお二人はどのリンゴですかあ、今のが例えた話です例えた話じゃあまさにその二つを召し上がっていただきたいとそうですね、食べてほしいですでも何よりはやっぱりオウリンをまず食べてほしいですねなんかやっぱりね、スーパーとかに並んでるとどうしても赤いリンゴに皆さん行きがちだと思うのでオウリンっていう緑のリンゴが ちょっと見た目が緑っていうのもあって酸っぱいように感じる人もいると思うので、はい、すっごい甘くて香りのいいりんごなんだよっていうおいりんの美味しさを皆さんに伝えれたらなって思います。はいありがとうございましたということでここまでとさせていただきたいと思いますが、はい、お集まりいただいた皆様に最後に一言お願いいたします。はい、えー 青森リンゴ、青森でリンゴが始まって150周年を迎えるということで、あのー、青森ので行きたい、来た私としては、こんなに長い歴史に、あのー、 がある青森という町に生まれられたこともすごい嬉しいし毎日おいしいリンゴ食べてここまで育ってきてリンゴ農家さんとリンゴにすごい感謝があるのでそれを伝えながら改めてリンゴの美味さを全国に海外に PR できたらなと思いますぜひ皆さん今年も青森リンゴいっぱい食べてください今日はありがとうございましたはい